こんばんは。どうなんだろう。申し込み順が多いよね。席はまた3パターン用意するので、ぜひ。あと席配信の日見れなくても席は届くので、ぜひ。ゲットしてください。しぐれさんありがとうございます。わ、時間がでもね、見れなくても届きます。カラコンしてる。これでしてなかったらやばいよね。和則さん、しぐれさんありがとうございます。これはでもあんまり微妙なカラコンです。カラコン買わなきゃいけないんだよね。うどむさん、くまありがとうございます。いつも使ってるやつがもうなくて、これはお試しに買ったけどあんまり微妙だった。色素薄い系の。ライブで見たらいい感じかもしれんけど、イコラブさんの方がやってて、メンバーさんがつけてて可愛いと思ったけど、私には似合わないけど、薄い。ライブだったらいい感じかもしれん。STU ライブ中もカラコン OK です。ルール変わって今年の3月から生写真とかも OK になりました。アーシャもイエーイ。ロボリンさん、パチロックさんありがとうございます。ラスビダーニャさんありがとうございます。チェキはね、今 X してる、私の X から飛ぶのが一番早い。リンクをツイートしたので、 X 見ていただければ、ツイッターで宗行理香って調べたらリンクをツイートしてます。カラコンはね、ライブめっちゃ漏れるんですけど、ショールームはカラコン全然漏れないの。ライブはめっちゃ漏れる。写真とか生写真とか自撮りとか、ショールームは全然ダメ、向いてない。カラコン24フレットさん、クマありがとうございます。売り切れはないですよ。ライブとかは漏れるんですけど。ヤスルパンさんありがとうございます。24フレットさん、宗広さんありがとうございます。ね、プロフィール変えたいけど充電がない。こんばんは。遠目だったら漏れるかも。確かに久しぶりだから、確かにパスワードとかわからんくなるよね。私はマックのポテトが食べたくて買って帰ったんですよ。でも時間を置いたからもう冷たいかもしれない。忘れてた、放置したポテト。いただきます。あ、そう、今ね、そうなんですよ、 M と L が同じ。
ママさんありがとうございます。お、クマ30万達成した、イエーイ、ありがとうございます。クマゲットです。小さいクマだよね。小さいクマとモバイルバッテリー、あ、でもあれか、そんな詳細は書かれてなかったか。おめでとう、ありがとうございます。トントンさん、ありがとうございます。小さいクマともう一つクマグッズ、美味しい。ちょっと冷えてる、でもまだいける。明日愛子寺の卒業公演行きますってね、見てほしい、愛子寺の卒業公演。田舎のおじさん、ありがとうございます。次があれですが、行きます。夜3列目か、結構前だね。昼2列目、夜3列目。愛子の卒業公演です。昼はリオツの生誕祭。胸こじ、そうだよ、胸こじ永遠だから。まことさん、くま、ありがとうございます。胸こじ永遠です。こんばんは。まあ卒業公演は愛子の明日だけど、30日まではいるので、愛子30日が最後かな、お話し会。だから明日会えなくなるわけではない。とって美味しいな、たこ焼き。そうだよね、たこ焼きいつしようかな。愛子に聞いてみる。今無理、タコ入手できない。ありがとうございます。ベートーベン、あの配信やイベントに出たことあるって。意外とないかもしれないね。ベートーベン、ヤスルパンさん、ミキヤくん、ありがとうございます。コジマニア、お、コジマニアっていうのか、愛子寺のファンの方は。いいと思うよ、明日感動的な
卒業公演になると思う。悲しいけど楽しみ。普通に明日はいい感じだからパフォーマンスは楽しみ。あいか、お別れは寂しいけど、まあお別れするつもりないもん。しんたさん、くま、ありがとうございます。楽しみ。ね、いい送り出しになる。なれば。こんばんは。泣いてもいいですか？どうぞ。いっぱい泣いてください。ポテトはちょっと冷えてますけど、まだ全然美味しいです。でも泣いちゃうよね、卒業公演って。大体あんな感動的なシーンを見たら、うん、明日の髪型どうしようかな。卒業と向き合えなくて卒業公演応募しないがち。私のは、髪型どうしようかな。クマにしようかな。もぐもぐ、ポテトはもぐもぐ。トリキラトプスヘア変じゃん絶対。しかも明日髪型変える時間ないから、私リョーツの時からそれで出なきゃいけない。クマにしようかな。美味しそうでしょ。でもポテト食べきれないんだよね、いつも。ね、 M でも食べきれんよね。もうそろそろ、わかるって。嘘だ。分かろうとするな。そう、今日はね、耳を買ったんですよね。そういや、耳をゲットしました。ドリミネーションで買った。そう、ドリミで見ました。そう、ドリミネーションで買いました。2個1000円だったんで、友達とどうって。まだこういうの欲しい年頃なので。まあ安くはないんだろうけどね、普通に。まあ安いよね。
ペアじゃなきゃ買えないやつ。いや、1人600円です。でも2個買ったら1000円なの。だから1人でも買えますよ。明日ドリミネーション行けるじゃん、みんな終わった後。猫、ピカピカグッズめっちゃ惹かれるんだよね本当に。ドリミネーションにピカピカの哺乳瓶もあったんですよ、ジュース。それも欲しかったけど、メンバーだったら買うだろうけどさ、普通の友達だからさすがにそれはいらないかと思って。そう、哺乳瓶のピカピカジュースもあったの。それも欲しいなって思ったけど。だからジュースと耳で1000円でいける。2個500円で。だから1人で行ったらジュースと耳にすればいいんです。2個1000円だから。ジュースも含まれるって書いてたから、そう、ジュースと耳にすればいい。広島に友達はね、いないんですよ。広島の友達っていうか、愛媛の時の友達で、そう、たまたま今いるだけで、また来月からいなくなります。長野に。広島にはいない。たまたま今帰ってきてるだけです。ブンさん、クマありがとうございます。クマにしようかなって思ったけど硬かった。リゾート関係すごっ。そんなんで特定できたりするんだ。明日は祝日、勤労感謝の日。できないか。長野のチークは持ってなかったっけ。うわー、でも次会う予定ないんだよな。本当に1年に1回ぐらいしか会わないから。長野のチークは買ってもらっても郵送。やばいね。新潟はあった気する。長野、確かに伝わるかな。そんなね、連絡やり取りする友達じゃないからな。頼みづらいな。後ろに何？今日はね、あとユニクロに行ったんです。ユニクロの感謝祭なので今日から。リップが取れる。そう、ユニクロ感謝祭なのでユニクロに行ってきました。
ハイソックス買った。あったかいハイソックス。ヒートテックハイソックスを買いました。ヒートテックハイソックス、そう。今日から。今日からです。ヒートテックがちょっと安く買えるの。そう、みんなから靴下もらったりするけど、ハイはもらわないじゃん、ハイソックス。はい、だからハイソックス買いました。白とグレー。はい。2杯。隙間時間にユニクロ行きました？サンモールの。でも合わなかったね。私もサンモールのユニクロ行って、ドリミネーション行って、プリクラ撮って、スタバ行った。で、マック。ゆったパパさん、クマありがとうございます。ヨーグルトも食べた。ヨーグルト、クマありがとうございます。まあ靴下を買ったよっていう。靴下、そう。そしてね、今日から発売のポケモンの一番くじをしたんです。なんだっけ、はい、でも今回の一番くじはパモがめっちゃあるんですよ。パモ景品、そうだから、あのしかも選べるの、相性とか当たったら選べるんですよ、絵柄を。7種類とか5種類から選べるんですよ。そう、まず1つ目、相性パンドタオル。これも5種類ぐらいあって選べるんですよ、絵柄は。だからパモにしました。選べるっていいよね、ハンドタオル選べたんです。そして落としました。そして次 F 賞巾着、これも選べたのでパモにしました。これめっちゃ可愛くない？そう、選べるんですよ。なんか選べるやつあるの。 F の中からどれでもいいですよみたいな。ピカチュウもあったけど、ピカチュウも可愛かった。でもパモにしました。パモ巾着です。これめっちゃ可愛くない？これが欲しかったんです、私。これ狙いだったの、だから嬉しい。そして最後、最後はじゃん、シーショー。見て、パモです。この辺は選べたからね。これは選べないけど、これは選べたけど、じゃーん、かわいい。この FGHI までは選べる、種類的に。そう、これは選べないやつ、ピンポイントのやつ、C 賞。
当たりです、これ当たり。 C はもうパモって決まってるの、あとは決まってない。 A、B、C とかは決まってた。開けようかな。鍋も可愛かったんです、ヤドンの鍋、それも欲しかったけど、まあパモだけで。ヤドンの鍋があったの、ヤドンの鍋 D ぐらいに、 D 賞。あ、これ切らなきゃいけないな。ヤドンの鍋めっちゃ可愛かった。無理だ。開封したいけどこれ切らんと出せない。無理やり出そう。ポケモンショップじゃない、これセブンの一番くじ。出した、じゃーん。今日からね、たまごっちの一番くじも発売なんですよ。だからたまごっちと悩んだんです。たまごっちも可愛かった、たまごっちはでも引かなかった。たまごっちのラストワン賞がめっちゃでっかい口パッチ、巨大口パッチ。それもってドリミネーション行ったのって、うん、これは帰りにコンビニで引いた。開けました。パモかわいい。これは何なんだろう、マルチスタンドぬいぐるみ。マルチスタンド、ここになんか置けるってことか。うえー、かわいいでしょパモ。かわいい、立体的。なんか色素薄いね。置き場に困った。これまだクリスマスじゃないから、ちょっと仲間。これだってクリスマスじゃん、まだまだ。ちょっとクリスマスまでは。ここにいてもらって、じゃん、っていう一番くじでした。ユニクロ今ヒートテック安いからおすすめだよ、ユニクロ。これ390円、一つ安い。ミートテックで間に合ってます。おいいね、自分自身を自分であったかくするタイプね。
上着とかも1000円引きとかもあった。通常2999が1990円、2990のが1990円とかもあったので、お得。ユニクロ感謝祭、アウター買った、あのメールで送ったやつ、メールで着てたやつです。あれ1000円引きで買えた、うん、寒いからね。もこもこ、あれめっちゃあったかかったよ。ばあちゃんに買ってあげたいって感じ。普通にばあちゃんにあげようかな、今日買ったやつ。エアコンつけてない、換気扇かな。中さん、くま、ありがとうございます。喉大丈夫です。ね、ばあちゃんに買ってあげたいぐらいあったかかった。普通にこの白いアウターばあちゃんにあげようかな。めっちゃあったかかったよ、本当におすすめ。フリース。ね、だって2000円でさ、上着って買えないじゃん普通。なのに2000円で買えるんですよ。安い。白以外いっぱいあった、5種類ぐらい。父ちゃんにあげなさい、全員分買おうかな。スシローに行ってきました。いいな。スシローは今パペットスンスンとコラボしてるんですよ。だから行きたいなって思ってるんですけど、感謝祭爆買いに来て、安い時に買わないとね。スシローとスンスンがコラボしてるんですよ。千穂さんがスンスンに湧いてました。あ、スンスン好きなんだ、千穂さんも。私となっちゃんもスンスン好きなんですよ。だから行こうねって言ってる。スンスンのコラボ、うん、スンスン見かけませんでした。嘘、スシローとコラボしてるよ今。絶対いたよ、絶対いた。調べてみて、スンスンって。そう、青いやつ。スンスン、こんばんは。
あと4分。そうそう、そう、セサミみたい。確かにパペットスンスンです。モマさん、クマありがとうございます。パペットスンスン、あと4分ですね。明日は花は誰のもの公演2公演よろしくお願いします。久しぶりの2公演。あとチェキも受付中ですので、オンラインチェキサイン会、ショールームでサインとか書くチェキ会です。 X にリンク貼ってるので、私の X。 もう寝ますかって、あのまだ寝ないです。覚えなきゃいけないことがあるので今から覚えます。チェキポチりました、ありがとうございます。チェキ会、チェキ会は年に1回か2回ぐらいしかないから、年に1回、チェキゲットできる機会年に1回とか。目が怖い。そうだよね、ショールームで見たらカラコンってめっちゃ変なんだよね。ライブ終わった後に配信してるときいつも思う。ファイト、ありがとうございます。ライブでは漏れるんですけど配信では漏れない。本当に明後日ぐらいに帰っといてください。はい、では壇上読みます。13位、パチロクさん。12位、大橋さん。11位、ケンジさん。10位、ヤスベさん。9位、理化学研究所さん。8位、ロボリンさん。7位、ユータパパさん。6位、24フレットさん。5位、ヤスルパンさん。4位、モマさん。3位、ミキヤくん。2位、ハットリさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。あ、ビブスおすすめですよ、あなたなんて特に好きでしょ。ビブス、ビブスも受付中です。でもチェキは本当に年に1回ぐらいしか手に入らないから、チェキおすすめ。定期的に買えないのでチェキが特におすすめです。ということで、あと30秒ぐらい。ビブスはライブに着てきたらいいんですよ。ライブにめっちゃいいじゃん。ライブに最初で最後の3枚。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。おやー、またねー。おやすみなさーい。